どういたしまして。この後は何かしてほしいことある？すいません。てなわけで邪魔するぜ。風邪でもひいたのか。ちょっと顔貸してくれねえか。取って食おうってわけじゃねえよ。話をするだけだ。そこの客までいいだろう。気の済むようにしな。あんたもジョバンナ様と。どうなんだよ。そいつはついてね。気の毒。前にも言ったと思うが、あの娘だけはやめとけ。あんたの手に負える相手じゃねえよ。ジョバンナ様は血の花嫁だ。この話がまとまらねえと、北と南でまた3年前からだな。ここがこんな風になっちまったのは、それまではもうちょっとこう普通っていうか、こんな芝居じみた真似をしなくて済んだんだよ。これが会長のご意志なら俺も文句はねえんだが、それがよ、くそ、あの女が来てからだ。秘書様さ、わけあるか。会長が契約してどこかから連れてきたのさ。得体の知れない女だぜ。俺はジョバンナ様をメイドにしたのも、あんたに好き勝手なことをさせてるのも、みんなあの女の差し金じゃねえかと踏んでるんだ。いいか、ジョバンナ様は本当ならメイドなんかやってるお方じゃねえ。ただのメイドだと思って遊び半分で粉かけてんなら殺すぜ。
ここで。耳をかすっただけだ。腰抜かしてんじゃねえよ。情けねえな、おい。おめえがジョバンナ様と一緒になれる方法はただ一つだ。問題は彼がどう動くかだな。それによっちゃおめえにジャックポットが来るかもしれねえ。ま、どうせそんなことはねえだろうかな。 1% の希望は時として絶望より罪深い。何がついなんですか？何が？まあまあまあ、そのぐらいで許してあげようよ。ジェーン、あなたもあなたです。触られて喜んでるじゃありません。学級委員長みたい。色
ともかく、こういうことは慎んでください。いいですね。しょうがないよ。ドクターが悪いんだもん。聞かないで。そうしなければいけないの。Thank you.
から鍵をかけ忘れてる。その紙を見たのですか？瓶の中の紙を。その紙を見たことをジェーンに話さないでください。ドクターがここへ来たことは私秘密にしますから。ほら、何すっとぼけてんだ。頭がカニ味噌か？おい、そんなこと言ってる場合じゃねえって。怪我人なんだよ。ソードの野郎が蛇に噛まれた。死ぬのかよ、そいつ。ヘビはヘビだろ。なんとかしろ。おい、誰かディアナを呼んでこい。こいつを発見したのがディアナなんだよ。お待たせしました。
ソードさんと待ち合わせていて。はい。それで約束の時間に控え室へ行ってみると、食材の入った木箱が倒れていて、その陰でソードさんが苦しそうにしていたのです。それは、おい、そんなことこの状況で関係ねえだろ。私が最初のドミノの灰なのか。頼む、カタストロフだけは防いで。おそらくあの医者が目くらましに。眠るように倒れてしまいました。どうするんだ。おい、お前ら手分けして行ってこい。知らせてきます。やめておけ。あの部屋は暗いんだ。蛇がまだ逃げてなかったらどうする。自分が噛まれることを考えてないだろう。今のところ医者はお前だけだ。いいからここを動くんじゃねえよ。他人事じゃねえ。こいつは始まりだ。こうなりそうな気はしてたが、こいつは覚悟を決めるしかねえな。お前か。やっぱりお前のせいなのか。お前がジョバンナ様を選んだからこんなこと。クソ、この野郎殺しておけばよかった。何言ってるのよ。あ、そんなことあるわけないじゃない。私のことなんか彼には関係ないんだから。しかしもういいから少し黙ってて。
下がりなさい。失礼しました。ドクターごめんね。気にしないで。話すつもりだったんだ。私の本当の名前はジョバンナ・ロッセリーニ。シチリアのファミリーの娘なの。私がこの屋敷で働いてるのは。ジョバンナ様。もううるさいな。ドクターごめん、詳しい話は後でね。ソードさん、死んじゃうの？蛇なんかに噛まれるような人じゃないのに。IRA のテロリスト、スコットランドヤードの国際手配を受けてるわ。そう、だからこそこれは。